どうも、ルイです。今回はですね、ビックリマンワンダーコレクションやっていきたいと思いますと。で、今回何をやっていくかというと、まあ、メインクエストの、まあ、期間限定のね、レイニーキャンペーン編ということで、まあ、こちらをね、ちょっとやっていこうかなという感じになってますと。ということで、まあ、これはね、ちょっとやった方が、まあ、報酬とかも、ジェムですね。ジェムとかも入ってますんでね。ちょっと今のうちにちょっと集めていこうかなということでやっていきましょうと。で、まあメンツの方はね、こんな感じになってますと。まあ戦力は 89,747 ということで、まあ主にセントフェニックスとね、まあスーパーゼウス、アリババ、まあ、ヴィーナスという感じでやっていこうかなという感じです。さあ行きましょうか。さあ、まあ、やっていきましょうと。一応ね、フルオートでちょっとやっていこうかなという感じですね。まあ、推薦戦力の方が、まあ、1万5000とかなんで、まあ、ほぼワンパンで、まあ、クリアしていけるんじゃないかなと、思ってますと。まあまあ、そうやね。さあ、これでしっかりね、報酬の方ももらってやっていけるという感じなんですが、まあ、サクサクね、まあ、一応ここもステージの方も、推薦戦力が1万5000と。まあ、ステージ2と、まあ、その推薦戦力ね、変わらないので、まあ、同じように、まあ、クリアしていけるかなという感じですかね。ただまあちょっと編集はしてるんですけど、結構ね、固まったり、ちょっとバグったりしちゃってるんで、ちょっとそこ手間取ってますと。という感じです。さあまあ順調にちょっと行ってほしい。そして、あと、ちょっと早めにクリアしたい。ここも水星戦力1万5000。まあ、期間限定のね、イベントなので、まあ、期間中にちょっとやっておきたいなと。まあ、この期間をちょっとチェックしてないんですが、まあ、やれるときにやるという感じですね。まあ、このね、セントフェニックスね、まあ、強いですわ。まあ、取っておいて損はないんじゃないかなと。思いますけどね。まあ貴重なね、この緑属性でもあるので、まあ、このセントフェニックスを入ることによって緑属性もかなり強化されたんじゃないかなと思います。サタンマリアね、そのサタンマリアちょっと自分持ってないんで、まあ、サタンマリアとか、スーパーデリル、あの辺紫属性ね、この辺あったらね、もう完璧なんですけど、まあ、まあ、こっちを、セントフェニックスのガチャを選んだという感じですかね、自分は。まあ、そうこうしているうちにクリアと。まあ、この、今のところちょっと初心者でも全然クリアしていけそうな感じになってますかね。一応水星戦力ちょっと上がってきたと。まあまあ、そんなの関係ねえよと。まあ、一応もうゴリ押せる感じの戦力になってますんで。まあもうゴリ押せるところはもうゴリ押していこうかなと。ただワンパンではないな。セントフェニックス、まあ、フルオートなんで、まあ、ガンガン打ってくれるんですけど、まあ、ちょっと
ちょっと粘るようになってきましたね。さあ、アリババが奥義を打ってくれて、まあ、最後はもうここ。まあ、クリアと。まあ、ちょっとね、途中落ちたりしてるので、まあ、そこが本当に大変。さあ、まあ、じゃあ、ステージ6ですかね。まあ、戦力の方は2万4千と。さあ、ちょっとね、裏で別の戦いが。正常にクリアできるかどうかの戦いがね、繰り広げられてると。ちょっとまあバグがね、ちょっとひどいですね。まあ、ちょっと相性があるかもしれないんですけど、まあ、一応ちょっと何度かやり直していくと、まあ、普通に、まあ、正常に戻るので、まあ、それでまあクリアしていってるという感じですか。まあまあ順調にクリアできてると。ステージ7。さあ、今のところちょっと初心者でもね、まあ、全然クリアしていけるんじゃないかなというレベルの相手ですね。意外とね、この、まあ、セントフェニックスと、まあ、ヴィーナス使ってるんですけど、このヴィーナスもかなり役に立ってますと。まあ、赤属性なので、ちょっと赤属性と組ましたいよね、という感じですね、ヴィーナス。まあ、全然今、メイン赤属性入ってないんですよ。さあ、ステージ8ね。まあ、今後多分まあわからないですけど、まあ、属性でちょっと固めていかないと、まあ、クリアが難しいところとか出てくるかもしれないですね。まあ、まだキャラがまあまあそこまで多くない感じなんで、まあ、これからどんどん多分増やしていくんでしょうけど、まあ、どうなるかという感じですよね。まだまだね、まだまだキャラいますから、このビックリマン。それを考えると、もう全然ですよね、全然。ちょっとジェムとか貯めておいても全然悪くないんじゃないかなと。ある程度ちょっとね、キャラ確保はまあ必要なんですけど、クリアに。出てくれんかな。運よくサタマリアとか引けたらまあラッキーなんですけど、そんな甘くないと。こういう、その、イベント関係、ま、ちょいちょい来るんで、ま、この辺は本当に、こなした方がいいと思います。ま、イベントでちょっとね、手に入る、限定キャラとかも、いますんで、交換で。そういうのが、意外と役に立つ。
ここで奥義か、まあフロートなんて仕方がないが、まあ、クリアと。さあそうこうしてるうちに、ステージ10の推薦戦力一応3万6000なんですけど、まあ問題ないでしょう。いける感じね。セントフェニックスが頑張ってくれるといいダメージ出る。全体攻撃なんですけど、で突ってもない感じなんですけど、まあいいダメージ出ますよね。相手がそんなに強くないっていうのもあるんですけど、まあまあサクッとねクリアさせていただくと。で、まあ、これで、まあ、報酬の方はね、すべてゲットできてますね。まあ、ジェム600手に入るんで、まあ、いいかなと。あと、エクストラステージが4万ですか。まあ、行きましょうか、じゃあ。まあ、推薦戦力4万ですかね。まあ、そんなに4万なら気にしない。編成も気にしなくていいんじゃないかなと。いう感じをしてますが、どうなんですか？ちゃんと見てなかったっすけど。あ、なんか、その、あと攻撃何回で解除とかありますね。このダメージが全然出てないので、それに合わせてみたいな感じなんですよ。ここから今ダメージが普通に入ると、そういうことやね。まあここで、まあ、今フルオートでやってるんで、あの奥義貯めててもいいかもしれないですね。これ完全にもうそんなガン無視でフルオートで回してるんでね。もうちょっとだから早く倒せるかもしれないね、そうなってくると。まあまあそんなの関係ねえよという感じで、まあクリアと。はい、じゃあ最後エクストラステージ2ですかね。推薦戦力が4万2000、まあここもご利用せると。意外とさっきのところはちょっとした感じでしたけど、まあここはそうでもないな。ガンガンダメージ入るな。まあ、ここは早くクリアできそうですかね。ただ相手の奥義がどんなもんか受けてみましょうか。まあそうでもないか、まあ、戦力がまあ9万近いんで、まあまあ倍以上ありますんでね、相手より。まあまあ初心者でもちょっと楽しめるかなという、まあ程よい強さという感じのイベントになってますという感じで、まあよかったらね、皆さんもクリアしてみてはいかがでしょうか。ということで本日はね、この辺りにしておきましょうか。まあ、よかったらね、チャンネル登録の方と高評価の方よろしくお願いしますと。それでは皆さんまた。